JR 山陽本線の下りで姫路駅に向かっています。今回は姫路駅東側の大型複合施設の再開発を見ていきたいと思います。まずは車窓でその現場を見てみましょう。2016年に開業した東姫路駅です。新快速が通過します。今回の開発地は姫路駅と東姫路駅の間にあるんですよね。建設中の播磨姫路総合医療センターです。2つの病院が統合してこちらに移転します。その隣にはアクリー姫路というコンベンションセンターが建設中です。残念ながら上り列車と被ってしまったのでここはカットします。これが姫路駅前の景色です。そんなに高いビルはないんですけども、そこそこ大きい建物が並んでますね。姫路は人口では兵庫県第二の都市になっています。姫路は特に駅の北側の発展が著しいんですよね。姫路駅に到着です。改札を出て駅の北側にやってきました。タクシーのロータリーや山陽姫路、立派な駅前通りがありますね。奥には姫路城が見えます。大通りは姫路城のあたりまで続いてますね。通りの両側には中規模のビルが並んでいます。それでは今回の開発地に向かいましょう。姫路駅の駅ビル、ピオレ姫路の下を歩いています。ピオレの東側にはホテルモントレ姫路が建っています。駅ビルだけではなくて高架下にもいろいろ店があるんですね。さらに東に進みます。ホテルモントレー姫路は2018年開業で280室のホテルです。奥のピオレとホテルモントレー姫路はこんな感じになっています。で、ピオレとホテルモントレー姫路と隣のテラッソ姫路はデッキで接続してるんですね。ホテルモントレーとテラッソ間のデッキはこんな感じです。テラッソ姫路は2015年開業の複合商業施設です。デッキが長いですよね。兵庫県で一番長いかもしれないですね。南側には外堀川という小さな川が流れています。この辺りで高架をくぐってそのまま海まで続いています。まだまだ東側に歩きます。このチャンネルでは鉄道新線、新駅、駅前再開発などを見ています。興味がある方はチャンネル登録をお願いします。テラストとモントレ姫路を東側から見ています。歩行者デッキはまだまだ続いています。姫路医療専門学校などが入るビルもデッキで接続しています。専門学校などが入るビルがこちらです。2018年竣工でこれも新しいですね。こちらの道路をまたいだところでデッキは終点です。今回見る開発地はそこからさらに東側です。地図で見てみるとデッキは250メートルぐらいある気がしますね。まとめるとピオレ姫路、ホトリモントレ姫路、テラスト姫路、専門学校などのエリアの計4ブロックがつながっています。デッキを反対側から見るとこんな感じです。階段だけでなくエレベーターも完備されています。道路の反対側にも渡ってみましょう。デッキのすぐ東側のエリアも開発地域には入ってるんですけども、詳細は不明なんですよね。まだ開発途上って感じですね。かなり広い敷地ですよね。奥の方には住宅街があります。
デッキの東端はこんな感じになっています。雨に濡れずに駅前まで行けるので便利ですよね。デッキをくぐって南側にやってきました。外堀川沿いに道路を整備してるんでしょうかね。ちなみにこの辺りから山陽本線と万丹線の高架が分かれ始めます。外堀川で右側が万丹線の高架になっています。さっきの開発途上の敷地をさらに東側から見るとこんな感じです。三角形に近い形状をしてますね。こちらはどういう開発が行われるのか詳細は不明です。で、今回見る開発地は万丹線の高架と山陽本線の高架に挟まれているエリアです。2つの高架で三角形を形成していて、西側から順番に公園、コンベンションセンター、病院が作られます。ようやく開発地付近に到着しました。駅から500メートル程度を歩きましたからね。手前には万丹線、奥には山陽本線の高架が見えます。万丹線の高架をくぐりましょう。くぐってすぐ右側は公園エリアになっています。道路を挟んで左側はコンベンションセンターが建設中です。かなり出来上がってる感じがしますね。2021年9月開館予定です。公園エリアとコンベンションセンター間はデッキで結ばれています。階段かもしくはエレベーターでデッキに上がる感じですね。さっきのデッキと結んだらすごく長くなりそうですけども、今のところはそういう予定はないみたいですね。デッキの真下はこんな感じになっています。デッキの方もかなりできている印象ですね。公園整備の様子を見てみましょう。この辺りはイベントなどが行える広場になるみたいですね。建物などはあまり建てずに芝生や樹木が中心になるみたいですね。山陽本線の高架の横は綺麗な道が整備中です。この道は公園の西端まで続くみたいです。南側から公園予定地とデッキを眺めています。次は道路の向かい側のコンベンションセンターを見てみましょう。コンベンションセンターの隣も綺麗な道が整備中です。東姫路駅まで高架沿いに綺麗な道ができるようになります。コンベンションセンターはアクリエ姫路という名前なんですね。コンベンションセンターのさらに奥には建設中の病院があります。今年秋開業予定なのでほぼできてますよね。ホールは大中小の3つがあって、大のキャパシティは2010席です。他にも会議室や展示場、スタジオなどがあって様々な用途で利用できます。姫路駅西側の手柄山付近にある姫路市文化センターがこちらに移転してきます。大ホールは元の1657席の姫路文化センターから大幅に増えることになりますね。ちなみに姫路市文化センターの跡地は植物園になる予定らしいです。コンベンションセンターの敷地の北側にやってきました。こちら側から見ても今すぐ開業してもおかしくない出来具合ですね。壁はレンガ調になっています。開放感がありそうな大きなガラスがありますね。ちなみに手柄山付近も新駅開業などでいろいろな開発が行われます。姫路は駅前中心の開発から周辺部の開発に移ってる感じですよね。駐車場も広々としてますね。
道路の向かい側は現場事務所が並んでいます。道路の向かい側の土地もそこそこ広いので、将来的には何かの開発があるかもしれないですね。敷地の北側の道路はカーブしています。向かい側のおしゃれな建物は結婚式場みたいですね。そしてコンベンションセンターの東側には病院が建設中です。名称は仮称で播磨姫路総合医療センターです。病院棟は地上12階、高さ 57.5 メートル、病床数は736床です。結構大規模な総合病院ですよね。2022年度の上半期に開院予定です。この病院は県立姫路循環器病センターと製鉄記念広畑病院が統合してできる新病院です。ちなみに病院棟の奥には教育研修棟ができます。後で見に行きたいと思います。病院建設地の東にはザ・ロイヤルクラシック姫路という結婚式場がもう一つあるんですよね。結婚式場側から病院棟を見るとこんな感じです。そして病院棟の南側に位置するのが教育研修棟です。病院棟の12階建てに比べると地上5階建てと小ぶりになっています。教育研修棟は独協学園や県立大学などが入る予定です。病院棟と歩行者用デッキで接続予定です。こちらも山陽本線の高架沿いに道路を整備中です。東姫路駅付近まで道が続くことになります。今ある中央分離帯はどうなるんでしょうかね。教育研修棟を南側から見ています。研修棟の西側には立体駐車場も建設予定です。兵庫県の第二の都市にふさわしい立派な病院になりそうですよね。高架下を歩いて姫路駅に戻ります。開発の様子を南側から見れるのを期待したんですけども、全然見えなかったですね。ということで駅ビルにつながる長いデッキの東端まで戻ってきました。このデッキを歩いて駅前まで戻ることにします。開通して数年しか経ってないのでピカピカですよね。新幹線が通過していきます。鉄道を眺めるにはいい場所かもしれないですね。やっぱり屋根があるのがいいですよね。日本中のデッキで屋根がないのが多いですからね。ホテルモントレー姫路までは一直線なデッキです。ホテルのところで少し曲がります。2回曲がったら再び直線になります。駅ビルのピオレ姫路のところで終点になります。以上、姫路駅東側の再開発でした。ご視聴ありがとうございました。